はい、皆さんこんにちは。カリチャンネルののぞみです。ワークマンの公式アンバサダーなどをさせていただいております。今日はですね、こちらです。じゃーん。ワークマンの誇る高機能糖質防水素材イナレムプレミアムについてお話をさせていただきたいと思います。プレミアムレインジャケット、ホンダさんコラボモデル、そしてパンツのご説明をさせていただきます。それではどうぞ。はい、イナレムシリーズのお話なんですけど、このイナレムっていうのはワークマン独自のブランドじゃないですけど、この蒸れないっていうのを実現するために独自開発をしたシリーズになります。すごく糖質度が高い商品なんですね。外からの、防水カッパなので、まず外からの水を防ぎますが、こう水を通さない素材っていうのは中から出てくる汗だとか水蒸気っていうのを結構逃がさないので蒸れちゃったりするんですね。このイナレムシリーズっていうのはその蒸れっていうのを軽減させた商品になります。外からの水はしっかり防ぐんだけれども、中からの汗や水蒸気は外に逃がすっていう代物です。ワークマンだけじゃなくて、例えば皆さんカッパを買うときに糖質度っていう言葉を聞いたことがあると思うんですけど、糖質度っていうのが何なのか、まず何だろうって思ってるリスナーさんもいらっしゃると思うので、ごく簡単に触れていきたいと思います。糖質度っていうのは生地の内側にたまった湿気を外に逃がす性能っていうのを数値化したものになります。例えば糖質度1万グラム平方メートル24アワーっていうのは、24時間で1平方メートルあたり1万グラムの水分を外に出せるよっていうような数値になります。斉藤さん知ってた？もちろん軽くね。まあそのやっぱりこう田舎暮らしをしていたりとか狩猟をしてたりとか、アウトドアすると結構雨が降ってくることっていうのが多いので、まあそういった時なんかにね、すごくこう使いやすい商品になります。このイナレムっていうのはお値段そこそこ、糖質度がものすごく高くて蒸れない商品になります。ではね、一個ずつ説明をしていきたいと思いますが、ダークイエロー、グリーン、そしてこちらがオーガニックグリーンになります。このダークイエローとオーガニックグリーン、ちょっと仕様が異なっておりますが、この奥のオーガニックグリーンっていうのがホンダさんとのコラボモデルになっていまして、ライニング仕様になっております。バイカーさん仕様になってるんですね。その辺も違いっていうのもちょっと見ていこうと思います。結構ねストレッチ性もあるんですよね。後ほど着ていこうと思うんですけど、全然肘とかパツパツしないんですよ。でこのポケットのところなんかも、ここから水が入り込まないような加工がされております。この後ろなんですけれども、後ろのこのフードのところ、フードの後ろですね、ここが強風なんかでフードがめくれ上がっちゃったりだとか、小さい頭の人でもサイズがしっかり合うようにこの締めることができます。さらにベンチレーションもついてますので、中の湿気がしっかり逃げるように設計されています。かわいい、黄色かわいい、大変かわいいこの黄色。さてオーガニックグリーン、本田さんとのコラボモデルの方も見ていきましょう。なんかこうあれだね、やっぱライニングモデルっていうだけあって、すごくこう
まずデザイン的になんかやっぱライダーさんを彷彿させるような感じだね。ここにポッケがここにあるんだね。なんか少しね生地がねしっかりしてますね。こっちのノーマルモデルっていうのはちょっとこう柔らかな感じなんですけど、ちょっと分厚みなんかを感じます。これなんだろう、あ、締めれるんだね、フードをギューッとここで。なるほど、フードを収納できたりだとか、タッカブルシステム、斜め掛けバッグにもできるよっていうような機能がついてたりだとか、ホンダの二輪デザイナーが監修したレインウェアになるそうです。このオーガニックグリーンもね、男の人も女の人も使えそうな色合いですよね。裏側も見てみましょう。これ反射材とかがないからスタイリッシュですね。しっかりこのベンチレーションっていうのはついてますね。あ、バックポケットだ。おお。あ、お尻はついてない。これここで止めたりだとか、微調整をしたりだとか、なんかしまえるっていうふうにも書いてあったね。こうか。こうやってフードないタイプにもできるみたいに書いてありましたね。なるほど、開けてみましょう。やっぱこうあれですね、ライディング仕様の方が全体的に生地がしっかりしてますね。なんかカッパって言われないと分かんなくない、うん、カッパっぽくないよね、うん、でもこれちゃんとね、糖質度も耐水圧も高いんだよね。はい、こちらがパンツタイプになりまして、イナレム 2way クライミングパンツとホンダコラボモデル 2way ライディングパンツで、これ何が 2way なのかっていうと、ここの太ももというか膝の部分が取り外せるようになっていて、ハーフパンツとしても使えるし、ロングパンツとしても使えるよっていうような代物になっております。でこれもスペックの違い見ていこうかなと思いまして、基本的にはパンツの方の耐水圧と糖質度っていうのは同じですね。耐水圧が2万の糖質度が2万5000。何が違うのかというと、このやっぱデザインがちょっと違うんだね、ホンダのコラボモデルの方は。こちらのクライミングパンツの方、ベルトがついております。ベルトついてるの、ベルトってかまあまあほんとちょっとしたやつなんだけど、こういうのっていいよね、楽だよね、うん、楽だよね、うん、あとはこっちのライディングモデルの方はやっぱりなんかこうカッパっていうよりかはなんていうか、カッパ感がより薄くない、なんていうの、カッパっぽくない感じで、なんかこうデザインとしてはやっぱライダーさんとかが着てそうだな、このポッケのところとかライダーさんが着てそうだなっていうように感じますね。このここの色が変わってる部分と、こっちのクライミングパンツの方はパッカリ割れるのに対して、こっちはこう街が広がるような感じになってます。デザインはね結構普段使いできそうな。それってさ、膝パッドとか入ってる？膝パッドは入ってるわけじゃないんだけど、こう一応お膝のところは 3D カットになっていて、パツパツしづらくはなってるんだけど、まあ、膝パッドとかも入ってないから、うん、あれかな。ポッケがホンダの方は1個だね。でこっちのクライミングの方は2個。はい、着ていこうかな。まずはプランプ
感まずはプレミアムレインジャケットのダークイエローとクライミングパンツの方を履いてみました。私が154センチ50キロぐらいの中肉中背タイプで、今どっちも M サイズを着用しておりますが、ちょっと大きめかな、どう見て。ちょっとだけ大きいね。そう、足もちょっと大きめかなと思います。まあでも差し障りのないレベルかなと思います。驚くほど頭がカッチリ固定されるかも。これはすごいフィット感かもしれない。わかる？なんかあの給食のおばさんみたいな感じ。これ今カッチリ締めてる感じで、もう全然多分暴風とか吹いても絶対大丈夫。いい圧迫感感じ。はい、表向いてはい、じゃあ緩めて。おお、全然パツパツしないし動きやすいです。登山行くときこれ着てこう。さて、ライディングモデルの方も履き替えてみようと思います。はい、これも M サイズです。やっぱり大きいね。 S サイズでいいね、私はね。なんかカッパ感がすごくない感じ、ジャケットっていう感じの印象を受けます、着た感じ。ちょこちょこやっぱりちょっと違うんだな。袖のところもちょっと違うや。こっちの方がよりジャケット感が強いよね、うん、ライディング仕様の方は。うん、動きやすいですね。なんかね、頭がダイヤル式じゃないのよ、こっちは。なんかこの辺に、いかがでしたでしょうか。今日はイナレムプレミアムジャケットについて、イナレムシリーズについてお話をさせていただきました。カッパなんかは結構防災用にいいものを一着持っているとすごくいいと思いますので、ぜひね、ご家庭に一つご用意いただいたら安心なんじゃないかなと思います。またね、すごくハイスペックで着てみると着やすいので、試着もぜひやってみていただきたいなと思います。あの、従来のカッパを想像している人は驚くと思う。はい、これからもいろいろな商品を紹介していきますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。また私が運営しているホームページ、ツイッター、インスタグラム等もありますので、そちらもチェックしてみてくださいね。それではまたお会いできる日を楽しみに。さよなら、バイバーイ。